三つおが来たぞ。三つお。三つおです。ポンさん、いつものサブチャンネルが始まる時のやつお願いします。こんにちは、あやのんとみくんとポンスです。しばゆうでーす。素晴らしい。チュンチュルチュチュチュってやつは？サブチャンネルチュンチコンチコンカ。おお。それそれ。ちょっとみくんやってみてほしいな。チンクルチンクルカンカ一回やってみて、想像で今ので伝言ゲーム、サブチャンネル始まるよ、チンチンチンカンカン合ってる合ってるこれ、ちょっとはず、遠ざかった遠ざかった、うん、ポンスやってみて、もう一回もうちょっと、いやこの二人でやってみて、サブチャンネルチュンチュコンチュコンコーやつ、そうそう、もうちょっとそういう感じで、もう一回サブチャンネルチンチクルチンクルカンカカン違う、いや違うんだよな、なんかハーシュチャンネルチュコチュコンコじゃないの、違うっぽいよ、違うもん、ハーシュチャンネルチュコチュコンコ、あー難しい、ハーシュチャンネルチュチュ、はい、サブチャンネル難しい、いや、ポンス、あれ教えてあげて、いや、待って待って最高、お、じゃあうまい、ミックミック最高いや違うなんか違うんだよ全部、いやいや、はい、早い、全部なんか違うんだよな、早い、もっと早いの、うん、最高、おおでもちょっとちょっと似てきた、良くなった、いやいや似てない、あの時からだからすごい指摘されて直したの、うん、そう、うん、どうだった、練習したの、練習してちょっと変わってないよ、変わってない、直ってグーになってるもん、こうなってるもん、こうじゃない、しかも、うん、なんか最高って感じになっちゃってるから、もっと渋い声だよね、グー君、ちょっとお手本見して、よ、うん、うん、せーの、セグ、うわぁ似てる、セグ、うわぁちょっとあやなやってみて、伸びがなんかチャッて湯切りする感じ、あ、そう言ってて、セグ、セグ、セグ、おい、おー、いいね、セグ、セグ、いや、これどれが正解なの、これ、でもなんで、え、ボンス似てた、似てた、ほら、ポンスが言ってる、似てたって、似てたかな、誰が一番似てた、やっぱり、あやの、あやの、ママのこと、あやなんて、え、こわ、こわ、私は何もしていない、あ、ビビってる、いや、ビビってる、どうぞ、めっちゃビビってるよ、なに、お化け、お化け、てか、ポンス、汗やばくない、ね、こわ、やる、お化け、あー、お化け、怖がってる、なんか他にも下手そうなんないかな、釣り目が、なんだろう、あ、じゃあポンさん教えて、ベビタッピっていうやつ教えてあげて、ベビタッピ、お、ほら、何これ、今聞いたことあるベビタッピ、いやいやいや、最高じゃん最高じゃん、わかんない、本当は何、ベビタッピ、シロウさんがそんなんやってたらキモいでしょ、ベビタッピ、ベビタッピ、グーでしょ、ベビタッピ教えて、ベビタッピ、あ、ベビーパッピーってこと？ベビーパッピーって違う、物体があるんだよな、なんかポーズではないんだよ、教えてあげて、もう教えて、せーの、ベビーパッピー、あー、ベビーパッピー、まあそれは知らないな、ちょ、正解、どういう時に使うと思う、ベビータッピー、うん、あの、ズボン言った、あ、ズボン下ろすとき、ちげえよベビータッピーって違う、その場合、なわけあるかい、これやって、ベビーパッピー、絶対違う。ごめんなさい。そう教えたでしょ。本当はなんだ。本当はなんだ。こうやってチョキでパー。あ、じゃんけん。あ、じゃんけんしてあげて、じゃあ。ってことは？釣り目くんと。ベビじゃけベベビタッピじゃない。いや違えだろ。ベビタッピじゃない。あ、そういうこと？タッピ。あ、じゃあそれでじゃんけんしてみよう一回。ミキくんが正解を導けない全然。せーの、ベビータッピ、勝った。え、なんなん正解は。ベビー、勝ったら？ベビータッピで。違います。ベビータッピで勝ったら？ベビータッピは、タピオカ屋さんのさ、ストローを店員さんが刺すときに、ベビータッピってストローを刺すんですよ。あ、そういうことね。それがなんか、TikTok かなんかで流行ったのかな。へぇ。ね。うん。あ、そう、飲んでる。あ、飲むんだよね。あ、そういうことね、タピオカね。うん？いや、何されても、何これ、いや、ポンさんはね、いろいろなことをミックに教えてあげてますね、次は何を教えてくれるんでしょうね、パプリカ、あ、パプリカ教えてあげて、パプリカ教えてあげて、パプリカ、
あ、これはわかりますよ、うん、パプリカ、花が咲いた。で、合ってた？合ってた。合ってた？合ってた？おう。で、次何教えてあげる？ミニオン。ミニオン教えてあげる？うん。何やる？バナナ、バーバナナ。はい。何それ？やってください。パーパーパー、パーパーバナ。合ってる？合ってる。ああ、合ってる。先生、ちょろいね。大体合ってればいいんだね。ちょろいですね。先生、ちょろすぎない？ちょっと、うん、何教えてあげる？そう、パピオカさんに、うん、テピパピ。それもさっきやったな。それさっきやったよ。あ、じゃあさ、みっくんの悩み聞いてあげなよ。え、なに？みっくんの悩み聞いてあげなよ。そうそうそう。なんかポーズにこう悩み相談してみて。人生相談してみて。うん、いいの？いいよ。いいよ。いいの？うん、これからどうしたらいいと思う？もっと成長するには。もっとこうやってやるんじゃない？いろいろ聞く。え？今のやればいい。今の。今挨拶で今のやればいい。じゃあやってください。ありがとうりで。ありがとうり。これやって、これやって YouTube 伸びるの？うん。本当に？うん。ハリゴロゴロピン。これだ。ハリゴロゴロピン。でも先生、そんなね YouTube 甘くないんだよ先生。ハリゴロピン。ハリゴロピン。ありがとうり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 。だだだだ。だ。じゃあポンス、みっくんにあれ教えてあげて。何？郵送チェンジ教えてあげて。郵送チェンジ。郵送チェンジってあれじゃん、毎日やったじゃん絶対。あ、来てよ、ほら郵送じゃ。郵送じゃ。郵送じゃがこれじゃない？変身だ。おおお、ちょっと途中ゲップしたよね、今あのリュウ。ゲップするんだよね、たまに。じゃあ、なんかヒーローショーやった後のヒーローインタビューを先生が教えてくれるらしいから。なるほどね。待って待って、ヒーローインタビューってこと？ヒーローショーやった後のヒーローインタビュー。なるほど。先生、先生来て。先生、あ、だから、こっちにいてください。みっくんさん。あ、じゃあみっくんさんそっち側に行ってもらって、うんうん、はい、それでは竜奏者役のポンさんと釣り目さんです、どうぞ。ほら、これやんないと。デストレンジャー。デストレンジャー。絶対マーベルヒーローじゃん。うん、教えて。リサブルー。スルメブルー。いや、流装なんとかじゃん。流装で違う。流装リサブルー。なんでスルメブルーになっちゃう。ブルー戦隊じゃん。流装スルメならわかる。あ、わかった。流装イエロー。お、ナイス。ナイス。ちょうどナイス。違う。リサブルー。流装レッド。あー、いいね、レッド、いいっすね。リューソレッド。え、これ、待って。あ、これリューソレッドなんですか。次は、怪人と戦うとき教えてくれるから、先生が。外人と？外人じゃねえ。お化け倒すやつ。うん？浮気と？お化け。お化けの倒し方をミックに教えてあげよう。うん。じゃあ、出してみて。ポンスはリサブルーね。ミックはお化け。お化け。じゃあ、出す？お化けこれ持ってていいの？いいよ。いいんけい。よーい、スタート。よーい、スタート。うわ、やんわり怪人。やんわりお化けだ。リアソーブルー。本当にお化けの手しなくていいんだよ。ほんとさ、そんな練習しかしてなかったのかよ。キモい怪人やって。もっと。キモい怪人やってほしかった。くれ！お化けしそるじゃん。ガーお化けソルジャー、また新しい戦隊が生まれてる。なかなかやるな。待って、戦隊物の敵でこういう風にやる人初めて見たんだけど。来い、ガーッ、いけ、必殺技だ、いけ、せーの、ガーッ、地味に焼く、太ももを地味に焼く。倒したね。倒した。この世の悪は消された。おめでとうポンス。先生に今学びましたか？そうですね、ちょっといい訓練をしていただきました、先生に、うん、はい、先生、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。次回は何を教えてくれますか？しばらちゃんでこれもと、はい、ここに書いてます。あ、あ、じゃあカリキュラムがあるんだ。はい、子供相手にか。あ、これ次はこれを教えてくれるんだね。次はそれ、カリキュラムが、カリキュラム先生が選んでどういうですかって言って、はい、読みます。はい、どういうですか、
か。先生、不屈の精神って書いてあります、ここに。先生、かっこよ。先生、字。はい、どうぞ。とみこんが出て、あやなをいただくとって言います、うん、はい、じゃあ、開けます。どうぞ。せーの、不屈の精神。じゃあ、みこんから理由、うん、お願いします。はい、じゃあ、いきます。せーの、不屈の精神。はい、じゃあ、次は、うん、パパお願いします。はい、はい、一緒に、うん、どうとしやってくれます。はい、ああ、はい、ディレクターかな、ま、ディレクターさん。は不屈の精神。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも私たちは不屈の精神という言葉を大事にして YouTube 活動に励んでまいります。よろしくお願いします。お願いします。なんで不屈の精神って書いたんだろう。いちごミルクでも字うまくない。私のね、書いてるね。ありがとうございます。次はジーソンピンク、あやなをどうぞ。いちごミルク、ジーソンピンク。上手にできたです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次はミックスサーチーとって、うん、ジーソンブリーとって。どうです。じゃあ、いきます。はい、リュウソンブリーフ、納豆巻き。次はパパお願いします。はい、次、次の言葉。じゃあ、パパがお願いします。どうぞ。なんだこれ。里があるところに愛があるのではない、愛があるところに里が生まれる。愛理。ありがとうございます。これで終わりなのかな。ねえ、ちょっと待って。やばいの出てきた。今なんか私が坊主にして2週間が経ったっていう日記が出てきたんだけど。何それ。ちょっとこれやばいな。いつのやつこれ。次は結構前のやつ。はい。ということで、ポン先生からの、はい、いろいろ教えてもらいましたね。はい、いや、もう本当にすごい学べました、今日、うん、来て、ありがとうございます。成長できたんじゃない。いや、もうそうだね、うん、ちょっと YouTuber としてちょっと今後、もっと成長できるかもしれないです、うん、はい、はい、そうですね、じゃあ頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、来た、来た、来た。